品質の高さというところになるかなと思っています、うん、約10年間の3部署経験をしていくような形になるんですけれども、でファンケルの使命ってその不安や不満を解消することが、さあ始まりました動画版業界地図美容化粧品編、進行を務めます早川真希です。この番組は業界構造の整理、仕事内容の理解、組織カルチャーの魅力の3ステップを通して業界研究ができるガイドブック的な番組です。本題に入る前に視聴者の皆さんへチェックインのお願いです。チェックインをしないとこのセッションを視聴したことが伝わりません。 YouTube の概要欄、チャット欄の URL、もしくは表示されている QR コードより必ずチェックインをお願いいたします。もしチェックインできる企業が表示されない場合は、お申し込み時に事前チェックインが完了しておりますのでご安心ください。さあお待たせいたしました、このセッションのゲストをご紹介いたします。ファンケルさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ようこそお越しいただきました、はい、それでは一言お名前とご経歴ご紹介いただけますか。はい、私株式会社ファンケルで新卒採用を担当しております佐藤と申します。私ファンケルに2021年に新卒で入社をしておりまして、その後10月から人事部採用グループに初期配属となり、その後ずっと新卒採用を担当しているような状況です。本日はよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。では今回の企画を見てみましょう。こちらです。はい、アジェンダ4つございます。1. オリジナルマップで整理、業界全体図。 2. 企業紹介プレゼン。 3. 超偏愛から紐解く仕事の魅力。 4. 丸×で知るうちならではの社風。このような流れでお送りしていきます。早速最初のコーナーはこちら、オリジナルマップで整理、業界全体図です。美容化粧品といいましても様々な企業事業がありますよね。ということで今回美容化粧品業界の全体像を理解しやすくするためにこんな図をご用意いたしました。こちらです。はい、カオスマップということで、各社が美容化粧品業界の中でどのカテゴリーに分類されるか図で表したのがこちらのオリジナルマップになっています。左上がいわゆる外資系メーカーと呼ばれる企業でして、右側は日系メーカーの企業です。その下には美容化粧品業界のあらゆる業種業態の企業をまとめてみました。さてここからはファンケルさんの美容化粧品業界の中での立ち位置や特徴について伺っていきましょう。さあ御社は国内メーカー、そして化粧品に分類されていらっしゃいますね。はい、はい、どういった業態といいますか特徴があるんでしょうか。そうですね、まず大きく、異なるのが化粧品は扱ってはいるんですけれども、はい、健康食品も実は扱っているような会社になりますので、うん、外からもケアはできますし、ただ内側からも、美を提供していくというところが大きな、特徴になるかなというふうに思います。うん、内外から美を提供しているということなんですね。はい、と言いますのも国内メーカーたくさんありますよね。はい、その中で御社の強みっていうのはどういったところだと思いますか。はい、そうですね、やはり弊社の強みとしては、品質の高さっていうところになるかなと思っています。うん、例えば化粧品ですと無添加化粧品が、はい、弊社の特徴になっていくんですけれども、その安心安全して使えるような化粧品、そして健康食品も体内効率設計といった機能性の高い商品をご用意しておりますので、もちろん安全ではあるんですけれども、さらにしっかり効果実感の高い商品を提供している点が強みかなというふうに思います。うんうん、そういった体にいいとか無添加、最近特に叫ばれている、そうですね、部分かなと思いますけれども、はい、具体的にどんなブランドがあるんでしょうか。そうですね、はい、基本的にファンケルというブランドもあるんですけれども、あとは弊社としてはアテニアというブランド、化粧品のブランドも持っていたりとか、あと最近ですとブランシックというブランドも、うん、はい、
ご用意がございます、うん、どんどん広げていらっしゃるわけですね、はい、さらに御社ではメンバーシップ型というのを取り入れていると伺ったんですけれど、はい、これはどんな働き方なんでしょうか、はい、そうですね、メンバーシップ型での採用になるんですけれども、はい、入社後、約10年間で3部署、経験をしていくような形になるんですけれども、大きくは経営に関する部門、例えば私のような人事ですとか経営企画といった部門ですとか、あとは営業といって、これがいわゆる外回りとかではなくて、うん、お客様に直接関わるような部門、例えば通信販売ですとか、はい、あとは、店舗の企画ですとか、そういったところの営業部門、うん、あとは、企画部門といって、これがいわゆる商品を生み出す部門なんですけれども、例えばよく分かりやすいのが商品企画ですとか、はい、マーケティングですとか、そういったところを3部門経験をして、幅広い視野を持った人材に育成をしていきたいなというふうに思ってますし、それを結果的には負を解消するっていう理念もあるんですが、うん、そこにつなげていきたいなというふうに思っています、うん、その負を解消するっていうのはどういうことですか。はい、特に皆さん日頃生活されていて、不安に思うことだったりとか、不満に思うことってあると思うんですよね、はい、でファンケルの使命って、その不安や不満を解消することが、このファンケルがやるべきことだというふうに思っているので、あくまでこの化粧品や健康食品も、負を解消するため の手段でしかないというふうに思っているので、負が解消できるものであれば、例えば新規事業を行ったりとかと、ね、いうところも、はい、考えております。はあ、じゃあ新規事業を広げるにあたってはそういった軸を持って取り組んでいらっしゃるわけですね。はい、そんな中でファンケルさんで働くやりがいっていうのはどういったところだと思いますか。はい、そうですね、私も入社して驚いたことではあるんですけれども、はい、お客様にすごく愛されている会社だなっていうふうに本当に思っています。やはりお客様から日々多くのお声をいただくことも多いんですけれども、はい、その中でもやはり私ファンケルしか使えないとか、うん、あとは本当にファンケルがあってよかったとか、本当に多くの嬉しいお声を直接やっぱ聞けるっていうのが、お客様との関係ができているっていうのもありますし、はい、あとやっぱメーカーならではの、特徴やりがいなのかなっていうふうに思います。やっぱりそういったお声っていうのはモチベーションにつながりますか。はい、そうですね、本当に嬉しい気持ちになりますし、はい、やっぱりファンケルに入ってよかったなっていうふうにも思いますね。ありがとうございます。はい、では大まかな各社の立ち位置の違いというのが分かったところで、次のコーナーに参りましょう。企業紹介プレゼンです。このコーナーでは5分ずつで各社の紹介をしていただきます。効率よく企業を理解比較できるように、事業、仕事、キャリア、カルチャーの3つのテーマでプレゼンを構成していただきました。では佐藤さん、ご準備いかがでしょうか。はい、大丈夫です。はい、では早速よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では早速まずは事業というところからお伝えをしたいと思います。先ほども触れましたけれども、ファンケルの理念は正義感を持って世の中の負を解消しようという理念を掲げておりまして、その中で下記3つの商品を、事業を展開しております。化粧品事業は、記者にあります、こちらにも今あるんですけれども、マイルドクレンジングオイルという商品が、最も、お客様にご利用いただいているような商品になっています。一方、健康食品事業では、こちらカロリミットという商品ですとか、あとは新規事業にも、現在取り組んでおります。で、あくまで、負を解消する手段としてこの事業を、捉えております。で、続いて、こちら事業の最先端というところで、それぞれ3つの視点でお話ししたいというふうに思っています。まずは売上高営業利益というところになりますけれども、売上高は1108億円と、あと営業利益は125億円という形で、前年比 60.3% ということで、成長しているような会社になっています。弊社の特徴といたしましては、通信販売が主体の会社となっておりまして、割合が 51.5% となっております。また無添加化粧品を生み出したパイオニアですとか、サプリメントという呼称を使って初めて日本で販売をいたしました。マーケティングというところに関しましては、このマイルドクレンジングオイルという商品、クレンジング市場でシェアナンバーワンというふうになっています。我々が大切にしているのは、そのお客様が何を求めているのか、お客様はどういうものが必要なのかというところをニーズをしっかり理解すること。そしてファンケルは通信販売、店舗、広告、流通すべて自社で行っておりますので、そうした多様なチャンネル、広告と連動した広告活動を行ったこと、あとはしっかりとお客様に響く世界観を作り上げていくってことが、このマーケティングの強みという形になっています。あとは研究開発っていうところで言うと、機能性表示食品、皆さんご存知でしょうか。
これがいわゆる効果が実証されたような商品になっているんですけれども、こちらサプリメントシェアでファンケル1位という形になっています。しっかりと、もちろん高い品質は当然ですけれども、機能性も高い商品でお客様にしっかりとした効果実感を感じていただけるかなというふうに思っています。続いて仕事キャリアパスになります。様々ありますけれども、ちょっと総合職を中心にお話をしたいと思います。まずキャリア方針としては、複数の得意分野を持つというキャリア方針を掲げておりまして、こちら入社後大きく3部門10年間で経験していく形になります。上から企画部門、営業部門、経営部門、こちらを経験していきながら、視野や仕事の幅が広がるような、そして多方面で活躍できるような人材を育成し、最終的には負の解消を実現するような形で育成をしていきたいというふうに思っています。で、もう少しここを詳しくお話ししたいと思っているんですけれども、この視野や仕事の幅が広がって多方面な人材で活躍するということで、今、複数の得意分野を持つているキャリア方針っていうところがあるんですけれども、ただメンバーシップ型でジョブローテをするだけではなくて、例えばその中でもグローバル人材ですとか、デジタル人材、マーケティング人材といった形でこうした育成を行っていたりですとか、あとは教育体制も整っておりまして、階層別に新入社員から取締役までしっかりと幅広い教育体制も整えております。また、自己研鑽を支援するような支援もございます。そしてキャリアの事例です。すべては読み上げませんけれども、こうした営業部門、企画部門、経営部門を経験するようなキャリアをあったりですとか、あとはその他の特色としては、女性管理職比率が 48.5% と、女性が活躍しやすい環境も整っております。また、しっかりと皆さんの活躍っていうところもしっかり評価をしておりまして、最年少役職者、課長だと29歳という形になっております。最後にカルチャーのパートになります。改めてファンケルの理念を最後お伝えをしたいと思います。正義感を持っている中の負を解消しよう。そして経営理念はもっと何かできるはずという形になっています。お客様に喜んでいただくことを全ての基準としますという形で最後、記載がございますけれども、やはりお客様を大事にする会社です。で、ひいては相手を思いやる気持ちが強い会社ですので、やっぱり社風としても、優しい社員ですとか、雰囲気がすごく良い社員が多いかなというふうに思っているのと、ただ、もっと何かできるはずの根底にあるのは、現状に満足せずに、果敢に挑戦するという会社です。ですので、常に挑戦をしながら、お客様の負を解消するために取り組んでいるような会社だというふうにご理解いただけたら幸いです。はい。私の説明は以上となります。ありがとうございます。はい。無添加化粧品のパイオニアですとか、はい、サプリメントを日本で初めて販売したのも御社ということで、はいはい、そういった挑戦するカルチャーっていうのも感じましたけれども、はい、実際いかがですか？そうですね。本当にお客様のために何でも挑戦していくっていうところがありまして、私もちょっとびっくりしたんですけれども、2021年にコロナウイルスありましたよね。で、ファンケルも店舗が全店クローズになってしまって、はい、ただお客様とコミュニケーションを取りたいっていうことで、自社にスタジオを作って、そこで毎週毎週ライブ配信をやって、店舗がクローズした分お客様としっかりつながるっていうところで、当時入社して間もなかったんですけれども、そうした取り組みが本当にすごいなっていうふうに思いましたね。圧倒されたわけですね、はい。ありがとうございます。この後また詳しくお知らせください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では次のコーナーに進みましょう、はい、次のコーナーはこちらです。超偏愛から紐解く仕事の魅力です。ここまでコーナーを通しまして何をやっている企業さんなのかつかめてきたと思います。このコーナーでは偏愛を切り口に製品や事業内容を詳しく知ることで美容・化粧品業界で働くイメージについてよりつかんでいただきたいと思います。で皆さんにはですね、事前に自社製品、事業、日々の業務という3つの観点から会社への偏愛を教えていただきました。表を見ながら自社への偏愛についてたっぷり語っていただきたいなと思います。では早速ファンケルさんの3つの偏愛見ていきましょう。こちらです。はい、じゃん 1,2,3 とありますけれども、ではまずは1つ目、製品への偏愛について。無添加化粧品、体内効率設計とありますけれども、こちらご説明いただけますか？はい、はい、ありがとうございます。それぞれ化粧品と健康食品のことを記載してるんですが、はい、はい、
化粧品が無添加化粧品になるんですけども、うん、やっぱり無添加化粧品ってやっぱり他の会社さんも出されているとは思うんですけれども、やっぱハンケルの、一番の大きいところは5つの、添加物を絶対配合しないということで、お肌のダメージを、与えない。なのでずっと例えば40歳50歳になっても綺麗なお肌が保てるっていうような商品になっています。で、体内効率設計っていうのは、はい、いわゆるサプリメントを飲んだ後に体内でどのようにサプリメントが例えばどこに吸収されるのかですとか、あとはこういう成分を配合すればもっと機能が高まるよねといった、その体内での、飲んだ後の、流れをしっかりと研究をしているんですけれども、はい、そうすることによってじゃあサプリメントって何粒取ればしっかり効果が出るのかですとか、あとより機能の高い商品っていうところを出せるのがこのファンケルの体内効率設計のすごいところかなというふうに思っています。そういった意味でもものづくりの過程にもかなりこだわっていらっしゃるんですか？はい、そうですね、はい、もちろん研究もそうなんですけど、製造っていうところでも、手術室のレベルの環境で実は無添加化粧品ですとか体内効率設計っていうのも実は製造をしておりますので、必ずものづくりの現場でも例えば研究員が行ってその安全性を確認したりですとかっていうところも行いながらこだわっております。そうなんですね、はい、佐藤さんのお肌も綺麗だなと言ったんですけれども、やっぱり社員の皆さんも自社の製品への愛っていうのは強いですか？そうですね、そこは私もすごく感じますね、はい、やっぱり私はこの商品が好きだったりとか、実は私もファンケルの商品が大好きで、毎朝今ここにあるんですけどドロジェル洗顔っていう洗顔の商品を、使っていたりとか、本当にシンプルに私もう自社の商品が好きな社員が多いなっていうふうに思いますね。はい、そういった愛っていうのもものづくりに生かされているわけなんですね、ありがとうございます。では続いて事業への偏愛見ていきましょう、ではこちら読んでいただけますか？はい、化粧品健康食品両事業による内外提案となります。はい、これはどういったことでしょうか？はい、やはりファンケルの大きな強み特徴はこの内外提案なんですよね、皆さんニキビって、できたことがある方も多いかなというふうに思いますし、結構お悩みとしても多いかなと思うんですけど、ニキビももちろんお肌のケアで改善することもありますけれども、よくよく考えてみると例えばニキビって、寝不足ですとか、あとは食生活が起因してできてしまうものも実はあるんですよね、でそういうところは例えばサプリメントでしっかりと体内の調整を行うことで例えばニキビが改善できるとかっていうこともあるので、ファンケルはその例えばニキビという問題に対しても両方外もそうですし内からも提案ができるっていうところが大きな特徴強みかなっていうふうに思っています。なるほど、そういった意味で内外提案と、そうですね、いうことなんですね、こういった事業を作ったり、育てていく上で社員としてはどんなスキルを身につけることができるんでしょうか？そうですね、やはりお客様のこの内外提案ですとか、あとお客様にどういう商品を届けるのかっていうところで、ファンケルではすべて例えば、企画ですとか、あとはそれを届ける部門である、営業チャレですね、そういったところを幅広く経験ができますので、ただ作る視点だけでなくて、じゃあ売る視点でどうやってお客様に届けるべきなのかとか、お客様がじゃあどういうふうに、魅力に感じてもらうのかっていうところを、さまざまな部門を経験できますので、そうした幅広い視野ですとか、スキルっていうところが身につくかなというふうに思います。ありがとうございます、では続いて業務への偏愛も気になるところです。若手に任せる社風とありますけれども、これはどんな時に感じますか？はい、ありがとうございます。これ実際今私が入社4年目で2021年卒ではあるんですけれども、実は私の同期がですね、社内のコンテスト、新規事業のコンテストがあるんですけれども、そこで入賞しまして、で彼らの商品が実際商品化が決まりまして、今年発売と私に実はなります。でもう当時入社2年目ではあったんですけれども、2年目から社長そして専務がこの商品を進めようっていうことで、ずっとこの当時2年目から今4年目ではありますけれども、私が同期が商品化に向けてすごく
頑張ったのです。かつそれがしっかりと会社としてもこの若い年次でもそういった提案を受け入れてくれるっていうところが、勝手に任せる社風っていうのが身についてるなというふうに思います。でもそれなかなか実現するって難しいと思うんですけど、なぜそれが実際に商品化までたどり着けたと思いますか？あ、そうですね、はい、やっぱりファンケルが大事にしているのがやっぱ負の解消ですし、お客様が今どういう、例えば負を感じているのかっていうところをしっかりとやっぱり捉えていたっていうところがやはり大きいかなっていうふうに思っています。僕も彼らのプレゼンだったりも聞いたりしたんですけれども、はい、やはりそこがさまざまな視点でお客様はこんなことに困ってるんだっていうところをすごく熱意を持って話していたところに、そこが商品化が決まったりとか会社としても進めていこうっていうところになったのかなと思っています。それに年次は関係ないと。そうですね、はい、ことなんですね。ありがとうございます、はい、ではさらに働きやすさについても聞いてみたいところなんですけれども、はい、柔軟な働き方とかっていうのはできるんでしょうか？そうですね、はい、柔軟な働き方というと例えばフレックス制度っていうところで、うんうん、11時から15時がコアタイムになるんですけれども、はい、例えばその以外の9時から11時ですとか3時から5時半までは柔軟にフレックスっていう形で、うん、時差出勤ですとかっていうのが可能だったりとか、はい、あと在宅勤務も可能ですし、実は私も今朝在宅勤務をしてからこちらに来たんですけれども、ね、はい、在宅での勤務も可能という形になっています。あ、そうですか、はい、佐藤さんが一番好きな社内カルチャーとかあったりしますか？あ、そうですね、はい、割と弊社だと食堂が、社内食堂があるんですけれども、もちろんそこで健康的なご飯も食べれるんですけれども、いいですね、個人的にはその食堂でただご飯を食べるだけではなくて、はい、やっぱりお昼時って本社の社員が多く利用するので、うんうん、そこで久々に会う同期だったりとか、あとは後輩だったりとか喋る機会にもなるんですよね、はい、なのでコミュニケーションの場になってるっていう意味ではそういったところが私は個人的にはお気に入りかなと思ってます。そういった他部署との交流っていうのもやっぱり業務では重要ですか？あ、そうですね、ファンケルの本社って、はい、ほぼほぼその全部も集約されてるんですよね。拠点が本社とあとはちょっと、銀座ですとかあと横浜のもう一個あるんですけどほぼほぼ集約されているので、はい、やっぱり逆に言うと本社での中でコミュニケーションを取ることが多いので、うん、やっぱりいろんな一つの商品作るの上でも企画とか営業とか、うん、はたまた研究とか製造とか多くの部門とやり取りをしていくので、うん、そういった意味ではコミュニケーションは非常に重要になってくるかなというふうに思います。わかりました、はい、では最後のコーナーに参りたいと思います。最後のコーナーはこちらです。丸×で知るうちならではの社風です。ここまで美容化粧品業界で働くなら知っておきたい自社製品の魅力ですとか事業について理解を深めてまいりました。ここからはより具体的に働く姿というのをイメージしてもらうために組織カルチャーにまつわる質問をいくつか選んでお答えいただきたいと思います。今回はこちら7つの質問をご用意いたしました。この中から2つないしは3つお選びいただきまして、はい、丸×形式でお答えいただこうと思います、はい、では佐藤さんまずどの質問からいきますか？では社内での移動やキャリアチェンジのサポートは手厚いという形で、はい、いきたいと思います、はい、左下の、キャリアについてですね、はい、ではズバリ丸×でお答えください。どうぞ。はい、丸丸です堂々と丸ということですけれども、はい、どんなサポートをしていただけるんでしょうか？はい、まず皆さんメンバーシップ型って例えば自分の意思とは関係なく例えば3年経ったから移動っていう形でちょっと想像される方も多いんですけれども、はい、ファンケルはそうではなくて、しっかりと例えば自己申告っていう制度で年に1回ご自身のキャリアをどう考えるかっていうのを申告する制度があったりですとか、あと上長との面談も定期的に行っていて、そこでしっかりとご本人のキャリアっていうところも踏まえた上でキャリアチェンジっていうところをしていくことになってますし、あとは社内公募っていう制度も実はございまして、例えば候補の中から自分が行きたい部署があれば手を挙げることもできますので、しっかりとご本人と対話をしながら、キャリアの実現ができるようにこちらとしてもサポートをしていくような形になってます。そうなんですね。そういった意味ではこう業務に関してもキャリアに関しても本人の意思っていうのは尊重される
そうですね、はい、もちろんです、はい、ご本人の意思を尊重しながら、キャリアももちろんですし、業務も例えばこういうことをやってみたいっていうことをしっかりと任せるような社風も、社風があるかなというふうに思っています。はい、手を挙げれば挑戦できる環境というのは整っている、はい、ということですね。ありがとうございます。では続いて2つ目の質問いきましょうか。どれいきますか。はい、では女性社員ばかりで男性社員の活躍の場はあまりないかというところへ行きたいと思います。確かに気になります。今日せっかく男性社員来てくださっているので、はい、ではこちらはどうなのでしょうか。お答えください。どうぞ。はい、×ですと、はい、いうことですね。実際にこう佐藤さんが感じる部分というのも聞いてみたいです。はい、はい、実際総合職っていうところで言うと、実は男女比が4対6だったりとか、あと私の同期って実は男女比1対1なんですよね。でそこの部分でもあまり偏りがないですし、あとは実はマイルドクレンジングオイルっていう商品を今回リニューアルを実はしたんですけれども、そのリニューアルに携わった社員は実は2人の男性社員だったりとか、あとは実は最年少の役職者っていうのも今通販の外部 EC、はい、Amazon ですとか、そういったところを担当している社員も実は男性っていうところで、本当に多くの男性社員が活躍しております。うんうん、そうなんですね。はい、確かにこう化粧品っていうとやっぱり女性の感覚だったりとかっていうのが、はいはい、強みになるのかなとも思いつつ、はい、男性もそうやって活躍できる理由っていうのは何でだと思いますか。そうですね、もちろん女性だからこそ化粧品を生み出せるっていうところもあるかもしれないんですけれども、はい、多様な観点がやっぱりものづくりには必要だというふうに思っておりますので、はい、例えば化粧品の商品企画でも男性が担当したりですとか、あとは通販ですとか店舗チャレルっていうところは本当に男女関係なく、お客様にどう物を届けるのかっていうところを重要視しているので、本当に男女関係なく活躍できる場が整っているのかなと思っています。わかりました。はい、では最後もう一つ聞いてみてもいいですか。どれにしましょう。はい、そしたら上司や先輩から的確なフィードバックを受けられるか。はい、右下の質問ですね。フィードバックを受けられるのでしょうか。はい、お答えください。どうぞ。はい、まれっ。おお、どんなフィードバック制度があるんですか。はい、これも本当に私の実体験になっちゃうんですけど、はい、私自身社内だけじゃなくて社外でも活躍できるような人になりたいなっていうちょっと目標があるんですけれども、それをしっかり上長とも面談等でお話をしているんですが、実際に普段物事、業務を進めていくにあたってもちろん良いフィードバックもいただくんですけれども、今後の改善点っていうところあるとは思うんですけど、そのただ改善点を伝えるだけじゃなくて、佐藤君が目標としていることを達成するためにはっていう視点で、もっとこういうふうにした方がいいよだったりとか、逆にどうしたらこういうふうにできると思うっていうところで、その自分がもっと成長できるために何ができるかっていうアクションプランまでしっかりと一緒に考えてくれる、そういったところが本当に私にとってもすごくありがたいなっていうふうに思ってますし、自分自身でも、はい、こういうふうにやっていけば成長できるんだっていうところがしっかりと分かるので、そういった意味ではしっかりとフィードバック、的確なフィードバックをいただけてるなっていう実感を持っています。あ、そうですか。はい、今4年目ということですけれども、やっぱりご自身の成長というのも感じられますか。そうですね、はい、本当に的確なフィードバックもいただきつつ、やっぱり業務もその分任せてもらえるので、その分成長を感じますね。はい、ありがとうございます。はい、それでは名残惜しいですけれども、エンディングに移っていきたいと思います。このセッションを視聴してファンケルさんをもっと知りたいなと思った方に向けて、一言次の機会についてご案内いただけますか。はい、ありがとうございます。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。ファンケルでは11月から12月にかけて総合職向けの 3Days インターンシップを実施いたします。新規事業に関するコースと、あとはマーケティングを体感できるようなコース2コースご用意してございます。こちらエントリーは10月の16日までとなっておりますので、ぜひ今回のお話を聞いてご興味持ってくださった方、ぜひエントリーをお待ちしております。また今回ファンケルでは3月以降の一般選考は実施いたしませんので、こちら総合職にご興味ある方はぜひインターンシップのご応募お待ちしております。ありがとうございました。はい、佐藤さん改めてありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして今回お届けした内容のアーカイブ動画はワンキャリア公式アプリと YouTube にて公開しております。ぜひご覧ください。ではまた次のセッションでお会いしましょう。さようなら。